作ってお願い。すごい撮ってるんだ。撮られると緊張しますね。思いっきり回してんでしょ。あ、始まりました、ケンタン TV。 朝からケンタン TV。 今度はオタク訪問ってことで、おしゃべりゲストに、まあお名前はあえて言いませんが、プライバシーの問題。どんなそんな声のみの。こんな、じゃあなんか適当ですいませんって感じで動きますって感じで、狭いところ知る。狭い空間で器用にこれの感じで、じゃあ会場、今から何を作っていただけるんですか。今からベーコンとほうれん草。ベーコンとほうれん草炒めたいと思います。どんな感じにできるのでしょうか。ちょっと長いですね。いいですね。いいですか。おととい日曜の午前みたいなね、朝っていう感じですね。朝ですね。すごい長回しですね、結構。とりあえずそんな感じで。起きなきゃいけないんじゃないの、ちょっとケンさん。ああ、了解。一応こちらします。カリカリに、いますか。いい感じに焦げ目が。なんでベーコンを炊きやすいんだろう。どうですかね、好みですけどね。肉の汁があるんじゃないかな。ベーコンなんてあんま刺身だな。ああ。そんなに良かったよね。貧乏人だからそんな買わない食材だよね。生ほうれん草、刺身だ。お、やったね。玉ねぎが多いからね。おー、あ、結構きれいに取れるね。もう一層風に取れるね。はい、じゃあこれで出来上がりです。いいね、朝っぽいね。おー、イエーイ、完成でーす。イエーイ。うわ、これ、ね、豪華だね。おー、やりましたね。ジャパン的なパイナップルなんか、そんななんか豪華なセレブリティだね。セレブリティーフォーとか感じだね。イエーイ、やりました。今日の朝食はこんな感じで、それでは作ってお願い。